見事だが勝敗などもはや関係ない。君たちを領域内に捕らえられた時点で私の目的は達成されている。ち、もともと足止めが目的か。その通りだ。アーデム教が神へと至るための時間を稼ぐ、それさえ成し遂げられれば。あら、軽くノックした程度で割れてしまうなんて、随分と根性のない領域ですね。術者にそっくりです。バカな、私の領域を力ずくで。エーテルを薄く展開し空間を具現しているといったところですか。なかなか面白い手品ですが、薄っぺらい。まるであなたの人間性を表しているかのよう。魔人、何をほうけているのですか。あなた方は早く先に進みなさい。いいの？アーデムを殺すのはあなた方が失敗した後でも可能ですからね。それに私にはちょうど今やりたいことができてしまいました。この勝手に人類に絶望している知れ者に人類の素晴らしさを教え込む再教育というやつですね。わかった。ちょ、待て。おや、レディーの前によそ見ては失礼ですよ。私の領域を陶器で歪めるだと、この化け物め。ご冗談を。私はれっきとした人間ですよ。人よりも少々頑丈で少し長生きできたので、その間ずっと体を鍛え続けたただの人間です。マザークラスタ、ヒの使徒、ファレグアイブズ、人類の可能性の極地、それが私。この拳もこの足も私の体の全てがあなたの信じられなかった人類の可能性の結晶です。とくと味わっていってもらえますよね。
私たち大人気だ。ホーリー、現実逃避しない。とはいえこの数はちょっとまずいか。どうする？前のを相手にしてるうちに後ろのに追いつかれちまうか。となるとここで俺が食い止めるのが上策だが、それじゃあアーデムを止めるのを全部任せることになっちまう。なーに、うじうじ迷ってんのよ。 30% 色男な、マクスウェル、ラプラス、おいで、グリモア・メルヘ。お前らは、こらヤンデレ、油断するな後ろ。なんとか間に合ったようじゃの。アラトロさん、生きてたのか、お前たち。当たり前でしょ、あたしとフルがあんな無様な死に方してたまるもんですか。パレグが来てくれなかったら確実に死んでたけどね。右に同じというわけじゃよ。遅くなったが銀より助立ちさせてもらう。別に私は助立ちに来たわけじゃないわよ。マザーの仇を取りに来たの。でもまだ私たちは怪我治ってないし、本調子とは言い難い感じ。グーっぽく言うなら 50% がいいとか。私の体は関係ないし、戦うのはラプラスとマクスウェルだし。無意味に強がるでないオークよ。誰がなそうとも結果は変わらぬ。過程よりも結果を重んじよ。分かってるわよ、そういうことだから。 10% 色男、あんたたちはさっさと進みなさい。何事も適材適所、あなたなら分かるでしょ。私の能力は時間稼ぎにうってつけ。あの時は破られちゃったけど、あなた以外の相手には絶対に破れない能力だから。マザーの敵に目にもの見せてやれぬのはちと尺じゃが、こうして強力に現れただけでも十分に想定外であろう。死ぬなよ。そのまま言葉を返すわよ。 10% 色男、ああクー、今のやりとりは死亡フラグだよ。死亡、何なっつった？なんであろうともよかろう。我らの目的は追いすがる化け物どもこの場に縫い止めること、それだけじゃ。義に報いねば人の治れよ。それはマザーの悲しみ。そうであろう。それにヤッコさんもこれ以上は待ちきれぬようじゃ。のやつらね、そんなせかさなくても相手してやるわよ。フル、準備できてる？もちろんだよクウ。マザークラスタ、月の使徒フル、ジャニーズナスリス。マザークラスタ、日の使徒オークミラ。マザークラスタ、土の使徒アラトロン・トルストイ。マザーの思いを無にしないため、マザーの気持ちをつなぐため。我らマザークラスタ、
今ここにその力を示そうぞ。